国鉄機波55系による準急、木の国準急列車は、停車駅が、急行列車、または、快速列車より多く普通列車より少ない列車のこと、準急行列車ともいい、略して、準急という、通常英訳には、セミエクスプレス及び、略語、セミエクスプが当てられるが、事業者によっては、ローカル EXP など異なる表記もされる。本校では、 いかともに総括して省する。国鉄では戦前と戦後の一時期に、準急列車が設定されていた。戦前の列車は運賃のみで乗車できたのに対し、戦後のものは、準急料金が徴収されるなど、その性質が異なる。1926年9月に、東海道本線の東京駅名古屋駅、名古屋駅神戸駅間に設定された列車が、準急を名乗ったのが始まりである。 この当時は比較的長距離をうんちに以外の料金が不要で、急行列車よりやや劣る速度で走る現在の快速列車に相当するサービス的列車であった。従って、準急は現在の快速列車の当時の故障ともいえ、一部の地域では同様の列車がすでに快速列車、快速度列車とも呼ばれていたとされる。その後は長短距離で同種の列車が設定された。 戦前の黄金期といえる1934年12月の改正当時の特徴的な列車としては次のようなものが挙げられる。翌1935年12月には関西本線の港町駅名古屋駅間を3時間1分で結ぶ列車も設定されている。なお急行、春日が2006年の廃止直前時点で名古屋駅奈良駅間を約2時間10分で結んでいたが、 天王寺駅方面から奈良駅までを走る快速の所要時間を加味すると70年前の当時とほとんど変わりがない。さらに鉄道省では関東大震災や昭和金融恐慌、世界恐慌などの影響を受けて日本が深刻な不況に陥り、それを受けて利用客の減少に悩まされていたことからイメージアップと呼び込みを兼ねてシーズンになると観光地へ向けて 臨時の準急列車をいくつも走らせた。その中には、当時正式には、特急列車にしかつけられていなかった、列車愛称を地方局独自でつけていたものもあった。代表的なものに書きがある。しかしこれらの列車は、1937年の日中戦争開戦後、戦時体制が強まるにつれて、同年12月15日に廃止された。戦後1946年11月。 上野駅金沢駅間と上野駅や北駅間に再び、準急と名乗る列車が登場した。急行として運転するには設備、車両が不十分であるという理由から設定され、この時から準急料金というものが定められて、優等列車となった。しかし当時は運転事情が安定せず、翌1947年の1月から6月にかけて石炭、 車両事情の悪化から一時消滅し、6月から再び中央本線、日報本線、山陰本線、予算本線、土産本線などに設定されている。その後は比較的近距離の区間に設定され、急行列車の補助としての役割を果たしていくが、昭和30年代には次のような急行をしのぐ列車も設定されている。急行の準急への格下げ、編集なお、 急行列車の一部区間のみ、準急として運行する事例が存在した。この場合の料金は、急行区間のみを利用する場合は、急行料金を、準急区間のみを利用する場合は、準急料金を、急行区間と、準急区間をまたがって利用する場合は、全乗車区間の営業期路に対応する、急行料金をそれぞれ徴収していた。この発令としては、百四十九年に、 函館駅釧路駅間で運行を開始した急行3.4列車であり、函館駅札幌駅間は急行列車として運行し、札幌駅釧路駅間は準急列車として運行していた。なお、この列車は1950年には全区間急行として運行されるようになり、1951年には列車愛称としてマリモが付与された。函館本線を運行した急行列車、 明石シは当初、函館駅札幌駅間を運行する急行列車として設定されたが、運行区間を旭川駅まで延長した際に従来小樽駅、旭川駅間を運行していた、準急列車、石狩のダイヤを踏襲する関係から、小樽駅を境に、函館駅小樽駅間を、急行列車、小樽駅旭川駅間を準急列車の扱いとした。このため、 函館駅、旭川駅間など、小樽駅を通過して上司。詳細は、ニセコライナー函館本線間における、優等列車の遠隔を参照また、こうした施策は、四線直通急行列車に用いられることが多かった。例えば、中央本線で運行していた急行、天竜は、中央本線内は急行、飯田線内は、準急となっていた。また、急行白馬は、中央本線、 篠ノ井線内は急行、大井と線内は、準急となっていた。詳細は、あずさ戦後の展開を、参照車両、編集詳細は、急行系車両を、参照準急列車に運用される車両は、旧型客車を、はじめ、153系、電車、157系電車、キハ55系機動車をはじめとする準急系車両で、運行されるのが基本であった。 新生能電車や、機動車は後に急行列車にも進出するようになった、ことから急行軽車両と呼ばれるようになり、キハ58系機動車など、製造時から急行型と呼ばれた車両も充当される、ことがあった。中にはキハ10系機動車や、キハ20系機動車、80系電車などの一般軽車両が使われることも、あった。1966年3月に、 準急貢券の販売を営業キロ 100km までに制限し、その額をその距離の急行料金と同額にした。また、準急貢券での急行の利用、急行圏での準急の利用をそれぞれ可能とした。これにより 100km を超えて走行する準急はすべて急行列車となった。そして、四三東海制と称される1968年10月のダイヤ改正で残った。 準急列車もすべて急行列車に統合され、これをもって国鉄の準急列車は消滅した。準急という列車種別は消滅したものの、かつての国鉄の準急列車の多くは、JR の特急列車のネットワークに形を変えて、現在に引き継がれている。列車種別としての特別準急かつて存在した列車種別として特別準急がある。これは、 国鉄乗り入れの際に準急として運行されるが、自社船内は特急扱いで運行された列車のことで、以下の会社、路線、列車で使用されていた、特別準急と同種の運行形態をとっていた列車。なお、かつては名古屋鉄道や南海電気鉄道においても、国鉄に乗り入れて、国鉄船内で準急列車として運転される有料の機動車列車が存在したが、そこでも、 自社線内では特急として運転された。ちなみに小田急とは異なり、自社線内では旅客案内状も、名鉄では座席指定特急、南海では特急であった。列車種別以外での要百157系、国鉄準急のうち157系電車を使用したものがこのように称されたこともあった。これについての詳細は国鉄157系電車の項を参照のこと。 国鉄では、準急料金が不要である、準急電車の設定も半和線で実施していた時期もあった。準急料金が必要な、準急列車と区別するため、準急料金が不要な半和線準急は、準急電車と案内されていた。車両は、現在の近郊系電車や通勤経電車に相当するものが使用されていた。現在の区間快速に相当する。詳細は、 繁和線を参照。私鉄の、準急2019年現在、準急という種別の列車は、私鉄、地下鉄の一部で運行されている。また、準急の名が付く派生種別を運行している事業者も、ある。扱いについては、各事業者一様ではないが、多くの事業者に共通することは、料金不要の優等列車の、なお、優等列車として、 準急料金が必要な列車は2015年時点では津軽鉄道で毎年12月1日の3月31日に運行しているストーブ列車のみである。私鉄では西日本の事業者に設定されることが多く、関西の大手私鉄では2019年現在5社すべてに準急列車が設定されている。関東の大手私鉄では準急は廃止未設定の事業者が多く、 2019年現在は5車のみの設定となる。特急や一部の急行とは異なり、専用の車両を使用する事業者はなく、基本的に一般車両が使用される。なお、津軽鉄道で毎年12月1日の3月31日に運行されるストーブ列車には客車が使用される。大半の私鉄の準急は、都市部では急行などの上位の速達種別と同じ。 停車駅で運行し、郊外では各駅に停車するという区間急行的な種別として設定されている。この他には全区間で通過運転をするが急行よりも停車駅の多い種別として設定される区間急行と共に運転され、区間急行よりも通過運転区間が短い種別として設定されるなどの例がある。東武鉄道では本線と東上線で性質がやや異なっている。 本線では東京メトロ半蔵門線直通列車の列車種別として主に朝、ラッシュ時間帯で運転され、新越谷駅を境に、都市側では急行と同じ停車駅で運行され、郊外側では各駅に停車して、中距離利用者の速達性向上と輸送力確保としての立場となっている。本線には、準急の派生種別である、区間準急も運行されており、こちらは、 自社船内完結運用を原則として、北千住駅や浅草駅も各駅に停車し、準急と同じ停車駅であっても北千住発着となる列車も区間準急として案内される。もともとは本線の中距離列車として、伊勢崎線、日光線、宇都宮線の全線にわたって運行され、東武動物公園駅北千住間で通過運転をし、 それ以外を各駅に停車する列車として存在し、本線の無料優等列車として最も長い歴史があった。同列車は2006年3月18日のダイヤ改正で区間急行に名称変更されたが、準急が通過運転をする北千住駅引船駅間を各駅に停車する一方で、準急が各駅に止まる東武動物公園駅越谷駅も通過運転を実施するなど、 現行の準急との優劣が曖昧になっている。一方で東上線では、成増駅池袋駅を無停車、成増駅より先は各駅に停車することによって、郊外において各駅停車を保管する列車として存在する。小田急電鉄小田原線の準急は、2018年3月16日までは、上り戸駅を境に、上りでは急行と同じ停車駅で運行し、 下りでは各駅に停車する区間休行的な種別として設定されていた。上り方面駅に関しては、上り戸駅以西の駅では、上り戸まで各駅に停まりますとアナウンスされるが、実質、上り戸駅の一つ前である、向こうが丘遊園駅から休行運転とみなされており、同駅からの複々線区間では原則として、2018年3月16日までは、休行線、 2018年3月17日からは観光線を走行するが通過運転を行う。2014年のダイヤ改正から2018年3月16日までは多摩線でも平日朝の下り一本のみ運行されていた。東急電鉄電園都市線の準急は一般的な私鉄の準急とは異なり、郊外側の中央林間駅長津田駅間が各駅に停車するほかに、 都市側の渋谷駅二子玉川駅間でも各駅に停車する。2019年までは都市側のみ各駅に停車していた。これは2007年に平日朝ラッシュ時登りのみに運行することを目的として新たに設定された種別であり、朝ラッシュ時に二子玉川駅渋谷駅間において各駅停車の乗客が途中の桜新町駅における急行の通過待ちを嫌って、 急行電車に殺到することにより、混雑率の増大並びに、列車遅延が発生していたことを踏まえ、この区間を各駅に停車させ、この通過待ちをなくすことで、混雑率の均等化を図り、路線全体の遅延を抑制するためであった。阪急電鉄京都線で2001年まで運転されていた茨木市駅発梅田駅行き順給も、ほぼ同様で、淡路駅までは急行と同じ停車駅で運行し、 淡路駅からは各駅に停車する。阪神電気鉄道では、阪神南波線において、直通先の近鉄奈良線で準急として運転される。列車が線内でも、準急として運転されているが、自社線内は各駅に停車する。2009年3月19日までは、本線で通過駅のある種別として運行されていた。本線での準急は、ラッシュ時に、 各駅停車用車両が不足することと一部の駅のホームの有効長が4両分しかないなどの事情から主にラッシュ時に運転される6両編成の急行用車両を用いて普通を保管するための列車という位置づけであった前述のホーム有効長の問題と高価減速性能を有する各駅停車用車両を使用した普通列車との性能差を調整するためにごく一部の駅を 通過扱いにしているだけで、二駅連続して通過する、区間が皆無であった。名古屋鉄道では路線ごとに性格が異なる。犬山線と瀬戸線のものは、他社でよく見られるような、都市部では急行停車駅に停車して、郊外では各駅に停車、というようなパターンである。その他の路線については、名古屋本線では8駅、床滑線では2駅、急行よりも停車駅が多くなっている。 また、豊川線、鉱和線、空港線、津島線、微西線においても準急が設定されているが、これらの路線内での停車駅は急行と同一である。京阪電気鉄道では、他の施設の一般的な種別立てと異なり、急行より、下位、区間急行より上位という位置づけとなっている。そのためか、他の施設で準急に使われている、英語名、セミエクスプレスは、 区間急行に割り当てられ、準急には一般に区間急行で使われるサブエクスプレスの英語名が割り当てられている。準急の派生種別として、通勤種別の通勤準急や、準急よりもさらに通過駅が少なく、各駅停車区間が長い区間準急がある。このほか、過去には快速準急、準急 A、準急 B などといった派生種別を用いた、 鉄道事業者が存在した。通勤準急編集区間準急編集快速準急編集、小田急電鉄のダイヤ改正快速準急も参照。小田急電鉄が1964年から1972年まで、小田原線に設定していた種別で、同線の準急を昼間時に速達化する目的で運行されていたものである。準急 A、準急 B、編集、 東武伊勢崎線準急、A、B 及び北陸鉄道石川線運行形態も参照東武鉄道と北陸鉄道がかつて停車駅別に準急を区別する際に用いていた種別である東武鉄道では伊勢崎線、北陸鉄道では石川線にそれぞれ設定されていた東武鉄道では伊勢崎線の準急 A は日中の伊勢崎発議のみ設定されていたが 準急 B は東部日光線直通列車を含め全時間に設定され、複々線を要する北千住駅北、越谷駅間では急行線の基礎列車の役割も果たしていた。なお、東部時刻表の当該路線のページには単に準急と記載され、準急の種類は分別していなかった。北陸鉄道では、蘇谷駅を通過する準急を、準急 A、同駅に停車する準急を、 準急 B としていた。準急 A と準急 B が30分間隔で毎時各1本ずつ設定され、昼間帯びは準急 A が全区間、準急 B がの超駅剣駅間の区間運転となっていたが、1995年3月30日のダイヤ改正で準急に統一され消滅した。西日本鉄道では準急に相当する列車種別として、 準急という列車種別が存在した。同社では1958年4月1日に、準急が廃止されるまで一貫して、準表記を使用しており、非と支給が設定されたことはない。日本国外の列車は、日本の列車種別を明確に当てはめることは難しいが、台湾の台湾鉄路管理局における、座席指定優等列車である復興後は、日本国有鉄道の準急列車に相当する。 列車種別として扱われることがある。ただし、運賃制度上は、座席指定の有無以外は、区間車、区間会社と同格であるため、全席指定の快速列車に相当する場合もある。急行バスも、参照路線バスにおいては、下記の会社、路線にて運行されている。55系統新三田駅、センチュリープラザ前から、三田西陵高校前から、関西学院前から愛。い、 野駅つつじがおかきたぐち、ありがとうございます。